ここのお風呂入ったんですか？お風呂って言ってたわ。うん。こんばんは、ニコンさん、こんばんは。すげえな。新一だほー。あ、新一明日会えた。広島の木の屋温泉さん、やっほー。こんばんは、こんこんこん。やってますか？今日も配信、応援、頑張ろう。おお。ありがとう。ハート、ありがとう。ヒノキ、木の屋温泉。温泉も何も言えない。広島の木の絵温泉さん。あ、みかにゃん、ありがとう。今日来てくれてベイビーにも会えて嬉しかった。ベイビーたち連れてきてくれたの。高津やっほー。かえちゃん流れ星ありがとう。いっぱいねえ、かえちゃん、なんで話もうボコボコだよ。あれ、今日は3人目やなん。いや、しか使えなくて、3人部屋じゃないけどここに来た。奈良に来るなんて信じられないな。嬉しいでしょ。イッシーさん、やっほー、こんばんは。間に合った？飛行機じゃねえや、飛行機か。間に合った？そうだね、別にするの。うん、見てこの、なんかもおしゃべり中にゃにゃね、みんなとおしゃべり中にゃにゃ。さかもちゃんに会えなくて寂しいよ。嘘つけ、嘘つきな。晴れのなっち、やっほー。何あった？東京戻った。おかえり。さっきまで一緒に広島にいたのに、もう東京と広島なんて考えられないね。金のハートいっぱいありがとう。フラッグちゃん、今日さ、いっぱいの人にさ、ライブさ、見てもらえた。ごめごめごめ。おい、かえ、明日いる？かえちゃん、なりゆきさん、やっほー。フラクちゃん、紫フリフリありがとう。本当です、嘘ですよ。高津さん、クッキングしてる？してないわ。しますげ、クッキングマスター。クッキングママ。クッキングママ。クッキング。クッキングママ。ママよろしく。ママ、あとはよろしく。皆さん、こんばんは。ママがやってくれる。さかも、今日もかわちかったね。かわちいわけにゃい。こんばんは。紫だるまさん、いっぱいありがとう、石井さん。メバレさん、やっほー。明日もっと暑くなるらしいから、水分補給しっかりね。明日もっと暑いらしいよ。えぐ。キラキラ星をお届けです。メバレさん、金のだるまさん、いっぱいありがとう。今日喋ってないじゃん、メバルさん。今日、サカちゃんめっちゃやばかったね。ねえ、嬉しかった。かわいい女と男がいっぱい、女と男がいっぱい来てくれた。クッキングママ、レミちゃん、うん、うん、ミクさん。4週間ぐらいが結構勝負で、さがもちゃん、やっほー。よしさん、やっほー。梅の海苔のやつ買ったよ。天才。やったね。かわいいでしょ、そんなのが欲しいなんて。みんな、オクトーバーフェストの投票してくれましたか？してくれましたか？オクトーバーフェストの投票。投票。お願い。固定コメント。ミクチーの写真集予約した。お、えらいじゃん。早いじゃん。チェキ大切にする。かわいい、ミカニャ。携帯の裏に入れてのかわいかった。ずっと撮ってないの？それはさすがに好きすぎない。行列だったのね。なんとありがたいことに行列騒ぎ、ほぼ女たちが、女たちがキャッキャキャッキャしてた。キャッキャキャッキャとしてたよ。高野の写真集はえぐ、えぐいて、えぐいて、誰が買ってくれるん。写真集おめでとう、ありがとう。なかもちゃん、やっぱりフェスに来るイケイケ層に受けるのね。いやー、どうなんだろうね。イケイケ層だったかな。
ずっと入れてるよ。かわいい。ブランコありがとう。ずっと入れてんの。ね。ずっと入れてんの。かわいいね。明日は坂本以外のメンバーと初チェキというを。新一。ランキング目指してます。お願いします。人いるの？うん。奈良と。奈良の男だった。新種でやっぱりたくさん。うん。うん、出すのが有名な人が結構いるんですけど、もし新種出して結構結果残したりとかするとあのいろんな紙面に出たりとかもする。今後のあれでもあるので、皆さんぜひ推しの方の応援をよろしくお願いします。何何したの？何笑ってんの？やばい。何喋れない。笑って助けて。アマゾンで予約してもらって。ありがとう。同じ部屋で配信するとさ、気になっちゃう。あっちゃこっちゃ。坂本の写真集出たら買う。アマゾンで買ってメルカリで売る。すざけんなお前。転売屋になってんじゃねえ。坂本ちゃんヤッホー、ヨシキヤッホー、元気。坂本さん初見の女の子から可愛いキャーキャー言われてたね。ノブヤッホー。え、そう嬉しい。女ばっか。やっぱさ、私女ばっか。私やっぱ逆に言うとさ、ちょっと男向けがダメなんだ。本当ね。坂本の応援してくれてる男です。あ、ごめん。だから希少価値だよ。皆さん希少価値。本当にダメなんだなと思う。でも可愛い女が。あと嬉しいのが、あのまあ幼馴染。とかもだったけど、なんか彼女と彼氏がこうどっちも私のこと可愛いって言ってくれてるのめっちゃ嬉しくない？なんかさ、普通さ、まあ女の子が言ってても男の子が言っててもさ、なんかちょっとさ、ちょっとギクシャクしない？ちょっと気まずいじゃん。なんかもうそこさ、一緒に来てくれる、可愛い。女たちが、うん、ウォンナとウォトコ。そのカップルの間に挟まる私。挟まる坂本。挟まるおばさん。挟まるツインテールおばさん。すいません。可愛すぎて目の保養。可愛すぎて目の保養なん。ありがとう。ここからも保養にしたらどうするの？どういう意味？保養にだってしたよね。たまには。転売できない転売屋ってわけ。もうそんな転売屋やめろ。俺が僕がメルカリで買う。そこで売り買いしてるやん。みくちゃんの写真集買います。はい。お、りょうた、ありがとう。ありがとう。あとね、さっきなんだっけ、誰だっけ、のなっちか、ありがとう。買ったって言ってた。ありがとう。あれ、のなっちだっけ。のなっちだ。50冊はすごいなって。ぜひ50冊も。さかまちゃんの何冊券出ますか？そういうの持ってんの？何が？もう1冊でも、うん、一冊でも大変だよ。ツインオーバー。坂も毎回カワチーねって言ってる僕はカワチーと思ってるよ。本当に？ツインテールお姉さん。不人気アイドルの称号も外していいんじゃないだろうか。いや、そんなことないよ。福山も調べてね。あ、ごめん。本当ごめん。それに関しては。スロタさんやっほー、こんばんは。僕も予約してます。だって。どの男？高津。そりゃそう。そりゃそう。ありがとう。ミクチー写真、ミクチー写真集予約したようだって。え、誰？のりゆき。ありがとう。すげえ手厚。ありがとう手厚。ありがとう手厚。あ、俺も写真集予約した。おお、あ、俺も写真集予約した。新一。ありがとう。ラーメン屋さんの店員。一覧。のり玉入りました。ありがとう。やいちゃん、じゃあもっと写真集宣伝して。写真集。うん。じゃあ。面倒見てんじゃん。あ、面倒見てるからたまには面倒見ろと言われている。そうそう、あのちゃんと恩返ししな。はい。ねえ、脅されてんよ。ミクさん、あ、なんかさ、ウサギのやつ可愛かったね。ウサギのやつ可愛かった。
あれ表紙なんだっけ。いや、まだ決めてない。決まってないのか。でもさ、なんだっけ、フライヤーがそれでしたよね。確かにフライヤー、今日なんか配ってたフライヤーがウサギのやつだったんだけど、それかわいい。ありがとう。推し写真です。そちら中村コーダなんか、いや、すみません、本当にありがとう。53歳もじゃない。まあグラビアなんだけど、ありがとう。グラビア、なんていうの、かわいい系っていうか、ゾンビ映画ですね。うん、いいですよ、皆さん。なちゃんの写真集まだ、もうこのコメントやめてまだに決まってんだろ。まだって何、もう今後どうなってもないよ多分どういうことが起きようって多分ないよ。私は写真集発売しました。から予約できます。何してるんだ、テンション高。金のだるまいっぱいありがとう。たかつ居酒屋みたい。たこ、金のたこさんだ、ありがとう。仲間ちかずくん、金のだるまさん、ありがとう。たかつ、俺も坂本の写真集はよはよなわけないだろ。どこの誰がはよって思ってんの。最悪のしもべで草。そうだよ、しも、私もうほぼ伸びた。すごいって感じ。すごいって感じ。なんかさ、さって決まったもんね。うん、確かに。なんかちゃんとなんか決まりました、イエーイとか発表なしで、あ、撮影行ってきますみたいな。うん。最初いい感じだと思う。そう。だからなんか、決まったんだみたいな感じかな。くしゃみする。くしゃみ出る。ハクション大魔王。ハクション。ハクション大魔王だった。ハクション大魔王次。フィリピンどうでしたか。え、あのね、それが持っていいよ、ね、そういう。そしてメルカリ、メルカリアンインストールしろ。いつ撮影行ったのか気になる。だってもう高津、なんでさ、私のさ、ね、私のところでコメントしてさ、なんでミクさんの話でここでコメントしてもなんかもう、やっぱほら宣伝しろってことなんだよよろしくな今日は。だってミクたちの部屋にいるってこと。影武者ってこと。高津宣伝しろっていう影武者ってこと。いつ撮影、ね、いつだっけな。でもね、実は言ってたんだよ。ジャイアニズムとは真反対の写真集。ジャイアン感はないかも。ないよ。バロンがジャイアニズムとは真反対の写真集。確かにジャイアニズムはないかも。坂本ちゃんも世田谷で撮影して写真集。おお、ど田舎じゃねえか。何もねえよ。どう？とあるところに。どう？あ、やばい、この上乗ると怒られる。私服で。うわー！怖い。火吹いてる。ブル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 。56。またまた写真集ありえないとか言いながら、もう撮影とかしてるんでしょ？撮影してねえ。まさかフィリピンに行ってたわとは。お土産もらってないのに世田谷がど田舎、怒られてしまう。ガチ田舎だよ普通に。特に私が生きてたところなんて田舎だよ。なんか意外といいやん。意外とよくてくさ。世田谷都会。坂本ちゃん写真集楽しみすぎるな。やめてよ、絶対出ないから誰なの勝手にさ話進めるのやめて、みんなで。あとメルカリに売ろうとするのもやめて。こんばんは。坂本氏が多かったそうでよかったね。ニヤケ顔が目に浮かぶ。あのね、初めましての坂本氏さんが多かった。赤目よし、ヤッホー。ちゃんといる、ちゃんとお留守番してるか、おじい。そうなの、写真者もちろん予約して、ありがとうノブ。あれ写真集買います、ありがとうございます。ベイト君おめでとう。よく、ありがとう。え、じゃあヤフオクならいいの。そういうことじゃねえ。坂本ちゃん、フォトブックから始めよう。フォトブックから始めようね。いつかね、あるかもしんない。坂本写真集いい、成城学園やめて。世田谷だけども。今日山で会います。坂本写真集、竹本さんにお願いします。すごい。やめてよ。すごい。すごい。今日山でいたレミちゃんも。僕とお話ししていい。本当に。ヤホートゥーローズさん。かもね。だってそのくらいしかいなかったよね、うん、今日ね、15分経過しましたってことで、そろそろ配信終わるんですけど、みんなオクトーバーフェストっていうビールの祭典の
オクトーバーガールに選出されてます。投票がホームページから1人1回無料でできるので、ぜひ私のツイッターからね、あのやり方分かったりホームページ飛べたりするので、ぜひ投票お願いします。そして5月6日、あの5月6日にビールの売り子をお台場でやりますので、ぜひ来てください。それじゃまたね。投票したよ、ありがとうみかにゃん。あ、ちょっと59分だから終わるね。ちょっとやんなきゃいけないことがあって、バイバイ。ミラーボールありがとう、仲間近づく。みんなありがとう、みんなありがとうね。コメント見てるよ、バイバイ、ありがとうね。